吸盤式のワイヤレス充電器というのが来ましたので見てみたいと思います。箱はこんな感じの箱です。それでは開けてみます。中身は充電器、吸盤式の充電器本体と USB のケーブルですね。これは延長ケーブルみたいなものでしょうかね。ここのところへ差し込んで、ケーブルが長くなると、こういうような感じですね。それでは早速使ってみたいと思います。USB ケーブルで、充電器などの電源に差し込みます。そしてこれをですね、iPhone などのワイヤレス充電に対応した機器の後ろ側にペタッと貼り付けます。そうしますと、このように、充電が始まりますね。充電してます。ここのところ。まあ今100%になっちゃってますけれども。こんな感じですね。カバーしてありますけれども、このぐらいの厚みのカバーでしたら、問題なく磁力が通過して充電ができますね。結構強く貼り付いてますね。はい。ここのところを持っても iPhone 落ちませんね。はい。結構強力に貼り付いてます。このように充電すれば、ここのポートが開きますので、ここへは他のもの、例えばイヤホンとか、そういうものをつなぐこともできるということですね。こんな感じですね。